はい、皆さんおはようございますというかこんにちは、 MWebCOM1 です。さっきの動画はですね、お詫びと僕の欲しいものっていう動画を、アップさせていただいたんですけども、さっきのね動画、ちょっと暗くて申し訳ありません。今はねどうでしょうかね、ちゃんと映ってますというかね。はい、この動画はですね、皆さんにちょっとお聞きしたいことがありまして、編集っていうかあのビデオカメラで撮ってるか、こういう iPhone とかデジカメとかねで撮ってるかどうかっていう撮影方法をね、皆さんにちょっとお聞きしたいことがありまして、僕はですね、今パナソニック製の、ビデオカメラをね、今使ってるんですけども、今まではねこれで撮ってたんですよ、このねカメラを使って、はいこんにちはってこういう風にやってたんですよ。でもですねちょっと弱点がありまして、僕はですねできるだけ iMovie とかね純正の Apple のやつね買えば、はいこんにちはって撮った後ねこれをねあとでっていうか iMovie を使えばこれ撮ったやつをできるんですけども、僕はですねまあ今は違うんですけども、今までは撮って終わってポンって出してたんですよ、アップしてたんですよ。そしたらですね編集最初と最後ぐらいはね入れた方がいいんじゃないかとかね、いろいろ言われたので、まあしたんですよ。でまあね本当にね YouTube ねやってみないとね撮り方とかね僕ほんとね適当に、まあ適当って言い方もね変なんですけど適当にやってたわけなんですよ。でいろいろね僕紹介してきたじゃないですか、タバコの動画とかiPhone とかねいろいろやってきたじゃないですか。で、Android とかね、いろいろ僕は触れてきましたよ。いろんなこと。はい。でもね、やっぱね、撮るときはね、ビデオカメラっていう風に決めてるんですよ、僕。ね。やっぱ画質がね、命なんでね。まあ、これもね、このビデオカメラもね、そんなね、新しいものではないんですけども、まあ、撮れてね、ビデオ、まあ、SD カードに記録をしてパソコンでまあ取り込んでまあ編集してまあ最終的に動作ちゃんとねカクカクしてないかチェックしてしてるんですけども、アップしてるんですけども、さっきですねちょっとやたらねノートパソコンのアップがね遅かったっていうねちょっとねスペックの問題なのかねわからないんですけども、まあわかるんですけど、皆さんにねどういう風に撮ってるかっていうね、ほんとねこれは皆さんどういう風にYouTube アップしてんのかっていうのね聞きたいです。あ、ごめんなさい、 Siri が立ち上がっちゃいました。でですねまあこういう風に毎日アップしますっていうしてるじゃないですか。でいつもね部屋で僕撮ってるんですけども、この部屋ね僕の自宅の部屋でね部屋なんですけども撮ってるんですよ。でこういう風にね今まではこんにちはってねもう全然顔出さなくて風景だけをご紹介してきたんですよ。はい、今日はですね、iPhone のアプリをご紹介したいと思いますとかね、今までやってきたんですよ。
今までっていうか顔出さないやってたんですけども、やっぱり雰囲気がね違う、まあ、顔出しても出したかって言ってやっぱ再生数がアップしたりっていうのは限らないですよ。まあ僕もね外で、まあ、ちょっとね重いんですけども、今三脚を持ってる状態なんですけども、ねこういうふうにねこういうふうにね持った方がねやっぱブレがね違うね。僕ねまだスティーカースムージー僕持ってないので、三脚でこういうふうにね通るのがいいのかなっていう、本当にね迷ってるんですよ。でねちょっとガチャガチャちょっと聞こえちゃうんですけども、置きまーす。よっ、はい、今外した状態です。でね今僕これでこれっていうかちょっと切り替えようかな。はい、ですね今これを使ってビデオカメラにここねここにつける場所があるので、これでっていうか一旦ね外しちゃった方が分かりやすいよね。これ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 って言ってね本当分かんないんですよ。これねこれをねまあビデオカメラつけたとして、こうかな、ここにつける場所があるんですけども、これでねできるっていうかねこれでしてるんですけども、やっぱね戻そう。これでね今僕はこの三脚で今撮ってるんですけども、つけて今撮影を、今はね、外した状態でしてるんですけども、どうでしょうかね。やっぱね、外なんですよ。家はね、これでいいんですけども、やっぱね、これ持ち運んでっていうことになっちゃうとね、ちょっと重いんですよ。重いですよ。とにかく。重いんですよね。なので、まあ、スティーカースムージー iPhone 用のやつね、買おうかなっていうところなんですよね。なので、そういうこともあって、買うか迷ってるところですっていうね。まあね僕とすればですね、やっぱこういうビデオカメラね、あった方がね、プロみたいな感じで撮れるじゃないですか。ね、こういうねやつ。今はね、手持って撮影してるわけなんですけども、どうでしょうかね。うまく撮れてますでしょうか。ね、今はね、これ。もうね、僕ビデオカメラに関しては本当全部揃ってつもりなんで、まあ他の人と倍ね、まあね僕とすればですね、来年かそれくらいになんかビデオカメラもう一つ買おうかなっていうのは迷ってるところなんですよ。まあこれでもこのビデオカメラでもいいんですけど、やっぱねもうちょっと小型のやつが欲しいです。これ2007年ぐらいに買ったこれビデオカメラなんで、もうちょっとね、アップするとね、もうブレちゃうんですよ、これ。例えばね、プーさん。プーさんこれくらいにするとね、もうブレちゃうんですよ、ほら。ほら。もうブレてますでしょ。なんでもいいかな。A ターム。ね。これでもいいんですけど、ブレちゃうんですよ。ね。なので、もうちょっとね、ズームに強いやつを、僕は欲しいなと思っています。外ではね、これね、持つのがもう手でね、こういう風にやっちゃうとまずいので、手でこういう風にね、持って、まあ、これで撮ろうかなと思ってるんですよ、今。外持って。まあ iPhone でもいいんですけど、やっぱね、ビデオカメラの方がいいですよ。今ね、これ、このやつで撮ってるんですけども、
HTCSX-S シルバーのやつ、パナソニックのやつ使って、あ、これはな、ちょっと。やっぱね、暗いのにね、弱い、これ。ほんと。例えばね、暗いとこをね、行ってみましょうかね。暗いところ。ちょっと出ます。やっぱ弱いんですよ、これ。あの、暗いとこをね、これ、カメラカシャッと撮れるんですけども、やっぱね、明るい方がいい。暗いところでもね、強いカメラ欲しいです。本当に。今ね、ちょっと、ひげぼうぼうで申し訳ありません。ね、こういうふうにね、ブレンね、これ強いらしいんですけどね。強いのかな?わかんないですけど。あ、とにかくね、まあ、そういうことで、撮り方、みんなどういうふうに撮ってんのっていうのね、聞きたくて、まあ、これを撮ったんですけども、まあ、ね、まあ、今年は結構携帯ちょっとスマートフォンに買い替えなきゃいけなかったんで、仕事関係もね、ほら、もうね、ここで暗いんですよ、もう。ね。なので、そんなね、暗くないんですけどね、ここ、明るいんですよ。ほら、ほら。ね。そこがね、悩みの種で、僕は、悩まなきゃいけないんですけども。ということで、まあ、僕の動画、今後もね、見ていただくと、僕もね、嬉しくて、今後アップもっとしちゃおうかなとか、もうね、皆さんのご意見お待ちしておりますので、まあね、チャンネル登録と、いつも言ってるんですけども、チャンネル登録と、コメントよろしくお願いします。ではね、失礼しまーす。どういうのやったっけ?はい、ごめんなさい。独り言です。